ケビン・ユーキリス、ケビン・エドマンド・ユーキリス、ケビン・エドマンド・ユックリス、1979年3月15日体は、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の元プロ、野球選手、内野手。愛称は、ユーク、ユダヤ系のシカモア高等学校へ進学し、全米の野球大会では、優勝を経験。地元のシンシナティ大学へ進学し、2001年までに、 同大学の新記録となる53本類が206、死20球、長打率627、出塁率499を記録した。の MLB ドラフトでボストンレッドソックスから8巡目で指名されプロ入り 2A 級でマイナーリーグ最優秀選手に選出された。は AA 級でマイナー史上大記録となる十一試合連続出塁を達成。 マイナーのオールスターにも選出される。5月15日の対トロントブルージェイズ戦で、不調のビル・ミラーに代わって三塁スタメンとして出場し、メジャーデビュー。2打席目に、初本塁打を記録。ハイタッチで迎えられるべきところを、ペドロ・マルティネスによるいたずらで全員から、無視されるというメジャー流の洗礼を受ける。本人は後に、これがメジャーに受け入れられた瞬間だと語っている。 その後も三塁手や代打として出場を続け72試合で打率260.7本塁が35打点を記録した2番、レギュラー内野手の有力候補とされ開幕戦でロースター入りを果たしたが4月13日にカートシリングが故障から復帰したためマイナーへ降格実力ではなく契約上の問題だったが前年より出場試合数は減少 三塁の他二塁、一塁といったポジションも経験した。は、小一塁種として、シーズンを通じて、メジャーでプレー。次に三塁種、左翼種もこなして147試合に出場し、初の二桁本塁打となる13本塁打をマーク。打率、279ながら92支球を選び、出塁率、381と高い数値を残した。 選球眼とバットコントロールが良いことに着目し、テリー・フランコーナ監督は、ユーキリスを2番打者として起用。2番、1塁として、開幕からプレーし、肖像類種マイク、ローウェルの休養日には3塁種も務め、2年連続2桁本塁打となる16本塁打をマーク。1塁種としてプレーした135試合、先発出場は124試合で無失策をマークし、 自身初となるゴールドグラブ賞を獲得。公主両面でチームのワールドシリーズ制覇に貢献した。当初は主に6番で活躍を見せ、オールスターに初めて選出された。4番打者であったマニー・ラミレスが7月31日に対談した後は、ラミレスに代わり4番を打つことになった。最終的にはリーグ6位の打率。312チームトップの29本塁が、 115打点を記録し、ファン投票での最優秀打者賞である、ハンク・アーロン賞に選出された。2009年1月に新たに4年の契約延長に、合意、年俸総額は4、125万ドルで5年目に、オプションがついている。は、開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの2009、ワールドベースボール、 クラシックアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では4番、1塁を任されるが、2次リーグ、途中で足首の負傷により離脱した。シーズンでは8月12日のデトロイトタイガース戦では、リックポーセロから支給を受けたことに怒って、乱闘騒ぎを起こし、5試合の出場停止処分を受けた。の前半戦は4番打者として、好調を維持していたが、 8月2日の試合でスイングした際に右手親指を痛めて故障者リスト入り、手術を受けることになり、シーズン残りを欠場した。は一類種のエイドリアン・ゴンザレスの加入により、元々のポジションだった三類種へ戻った。守備率967は三類種としてリーグトップだった一方で、打率は258にとどまり、 レギュラー定着後では最も厳しいシーズンとなった。は、開幕4番を務めるが春先から不審に陥る。加えて、新監督のボビー・バレンタインから、無気力だと批判されたことを発端とする確執ができ、新人のウィル・ミドルブルックスの台頭もあって、チーム構想から外れた。2012年シーズン途中の6月24日に、ブレントリ,リ・リブリッジ、ザック、 スチュワートとの交換トレードで550万ドルの金銭と共にシカゴホワイトソックスへ移籍。シーズン終了後に FA になり、恩師のテリー・フランコーナーが監督を務めるクリーブランド・インディアンスが2年1800万ドルを、ニューヨーク・ヤンキースが1年1200万ドルを提示した。2012年12月14日にヤンキースと1年契約を結んだ。 手術明けとなるアレックス・ロドリゲスに代わる三類種を務めることを期待された。は、腰部座章を抱えながら開幕戦には4番三類種でスタメン出場する。4月30日に15日間の故障者リスト入りし5月30日に復帰するが、6月14日に再び故障者リスト入りし、6月20日に手術を受け、60日間の故障者リスト入りする。 10月31日に FA となる。2013年12月21日に楽天が1年契約での獲得を発表する。は、開幕戦から5番一塁手として、出場、開幕2戦目の3月29日西武ドームでの西武戦で、6回表に菊池武市政から来日初本塁打。右手首への支給などで数試合を欠場し、4月26日の オリックス戦、ホットモットへの出場中に、左かかとの痛みを訴え、翌27日に出場選手登録を抹消された、抹消後の診察で、左側底筋腱炎を発症していることが判明し5月7日、故障箇所の再検査と治療を目的に、球団の承諾を得て、アメリカへ帰国し、以後出場することなく10月30日に、現役引退を表明する。打率や、 本類だといった数値はそれほど目立たない反面、選球眼に優れ、出塁率の高さが持ち味で、2は1打席あたりの投球数4.42位は、リーグ最多となった。またチャンスにも強く、ランナーなしの場面では打率、243に対して、ランナーありの場面では打率、340を記録している。そのためチームへの貢献度は、非常に高い。年は、 高い出塁率を生かして2番打者としての出場が主。足はそれほど速くないが、ベースランニングがうまく1番を打つこともある。はつらつとしたプレーも魅力の一つで、同僚のダスティン・ペドロヤと共にチームのムードメーカーとなっている。いかなる場面でも手を抜くことがなく、2007年、レギュラーシーズンには1塁守備で、失策例を記録し、 9月7日にはリーグ記録となる179試合連続無失策記録。2008年6月7日に失策を記録するまで238試合連続無失策記録を受立。その後、ケイシー・コッチマンが274試合に記録を更新を達成するなど堅実でゴールドグラブ賞を受賞した。また、ユーキリスを応援する際に彼の愛称であるユークと叫ぶ。 ユーキングという応援がある。これは、アメリカ時代からブースターが行っており、この応援がなかったから活躍ができなかったという話も出ているほど、ユーキリスにとって大事な応援である。このユーキングという応援は、球場で聞く限りブーイングに聞こえたり、ユーと言ってるように聞こえるが、実は最後に、句を入れて、ユーク、と言っている。二マネーボールがアメリカで、 ベストセラーとなり、著者のマイケル・ルイスは、ユーキリスを、至球のギリシャ神、ザグリーク・ゴッド・オブ・ボックスと命名し、有名となった。妻・ジュリーは、NFL ニューイングランド・ペイトリオッツで、シーズン MVP とスーパーボール MVP を、複数回受賞した、史上二人目の選手であるトム・ブレイディの姉。生は、ギリシャ由来であるが、ルーマニア系ユダヤ系アメリカ人である。 ユダヤ系でありながら、ギリシャ系の姓を名乗っているのは、ルーマニアのユダヤ系住民であったユーキリスの祖先たが、ポグロムから逃れるためにギリシャへ渡り、その際にユダヤ系であることを隠すために、ギリシャ風の姓を名乗ったためであった。ユダヤ人意識は高く、毎年9月から10月のヨムキプルの日は試合を欠場している。2009年には、ユダヤ系の会員議員、 当時のアンソニー・ウィーナーがユダヤ教徒の選手やファンのためヨムキプルの日の試合時間を繰り上げる要望書を中継を担当した ESPN と MLB コミッショナーのバドセリグに提出しヨムキプルの後に試合が開始されたため出場することが出た。また、杉越の季節には同じユダヤ系の選手にハッピー、パスオーバーと声をかけている。2010年には ダスティン・ホフマンがナレーションを務めたユダヤ人と野球というドキュメンタリー映画に出演。2013年の WBC では本戦からイスラエル代表で出場することを希望したがチームは予選で敗退したため出場しなかった。2007年からケビン・ユックリス・ヒッツ・ホー・キッズという基金を設立し活動している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。